海のミルク、牡蠣の旨煮、ギリギリのこの火入れをしてあげる濃い味にしたタレに漬けとくのさ。はい、いいですね。大人ですね。そうでしょ、口以上に香りが広がってる感じがする。ジャンボコココロチャンネル、クッキングエンターテイナー大西哲也です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は、いや僕ね、いろんなお店に行って、うわ美味しかったなって思うものコピーするじゃない。今回ね、またあったんですよ。僕、江戸前寿司のお店が好きなのね。江戸前寿司でも、こう割と最近の江戸前寿司はおつまみとお寿司をこう交互に出してくれたりね、するのさ。最近ハマってるそのお寿司屋さんね、そこでね、出てくるつまみがめちゃくちゃ美味しくて、それをね、コピーしたいがためにね、3回ぐらいね、行っちゃったんだよね。それを僕も作れるようになったんで、皆さんにご披露しようかなと思います。メニューはね、牡蠣の旨煮、うん、ちょっと聞いたことない。いやそうだよね、はい、いや言われてもねちょっと分かんないと思うんだけど、牡蠣を甘辛い醤油ダレで味付けして火入ってるみたいな食べ物さ。もともと牡蠣好きなんだよね。その牡蠣のね、さまざまな料理の中でも俺ね、好物かもしれないって思うぐらい気に入っちゃって。はい、ぜひともですね、あのココロチャンネルを見てる皆さんにはすごい美味しいから作ってみていただきたいなと思って、今回は牡蠣の旨煮お送りしようと思います。海のミルク、それでは材料紹介です。はい、こんな感じです。牡蠣、舞茸、醤油、砂糖、みりん、水、生姜、塩、片栗粉、トッピングに柚子あれば。牡蠣はですね、今回 200g 用意してます。たっぷりです。 100g ぐらいでもいいかな。もうタレはね、まあ、どっちにしろこんぐらい用意した方がいいと思います。はい、以上です。おい、はい、簡単ですから、牡蠣と舞茸をこれで煮たよねみたいな雰囲気ですよ。牡蠣はね、まあどんな牡蠣でもいいけど、マガキと岩牡蠣、まあよくね海のミルクって言われるけど、実は海のミルクって言われるのはマガキのことらしい。岩牡蠣はなんて呼ばれてるかわかる？海の海のバターと呼ばれてます。あ、惜しい。今回下処理するから、それがね、あのポイントですからね。はい、と綺麗になりましたよと。鍋にですね、煮汁群を入れます。水、みりん、醤油、お砂糖、生姜、表面ね叩いてやると味が出やすいから。で全体を混ぜて火にかけます。で沸騰したら舞茸と牡蠣を入れて全体を慣らして、このままですね再沸騰させます。ノロウイルスを殺すために必要な加熱が、牡蠣の中心温度が85度90秒以上というあれがあるんで、割としっかりねいかないとダメなんだよね。だけど牡蠣は火を入れすぎるとちっちゃくなっちゃうから、だから絶妙なところで止めなきゃいけないんだよね。そのね方法を今回教えるから。再沸騰したら蓋をしてごく弱火に落とす。これで3分、これで牡蠣の中心部までちゃんと火を入れます。その後牡蠣を1回揚げて汁を煮詰めて、その汁につけるっていう感じなのさ。牡蠣にギリギリのこの火入れをしてあげる、それが今回のココクリス。お、きた。3分経ちましたと。牡蠣もねこうふっくらしてますから、この牡蠣と舞茸をですね一旦回収します。生姜まで回収しちゃったから、生姜は残しといて、できればね牡蠣にねそれ以上火入んないように、こうやってまあざるに広げてとかね置いとくといいと思います。その後この煮汁だけを煮詰める。煮詰めて濃い味にしたタレに程よい加熱具合の牡蠣を漬けとくのさ。だから一旦牡蠣は牡蠣でちょうどいい火入れをして、汁は煮詰めてちょうどいい味にして、それを合わせて味を入れるっていう感じで。これどこまで煮詰めたらいいのかはね結構お好みだと思うけど、俺はしっかり煮詰める、あ甘辛いなっていうぐらいの感じになるまで、まあ量が半分ぐらいになるぐらいかな。どのぐらいになるまでっていうか、やっぱり味見しながらっていうのが大事っていうことだよね。料理の途中にこの味見して、たびたび完成品だけ味見するんじゃなくて、途中の味見はやっぱり何回かするっていうことが料理においてすごく大事だと思います。この辺の感覚とかがどうしてもこの科学で説明できないところだよね。こんぐらいになってきたらいいかなって感じ。うん、いいね。あ、しょっぱって感じ。この汁をここにすぐ入れたら牡蠣がアベシになるから、だからちょっと粗熱取ってあげて。粗熱が取れるまでってさ、どんぐらいかって言われたらさ、触れるぐらいの温度になるぐらいだよね。50度とか40度とかそんなもん。50度ほどになったらこれを合わせてやる。これだとさ煮汁足りないじゃん。だからこれを密閉袋にね、こう空気抜いて、でしたらこうやって全部に浸かるでしょ。このまま2時間から一晩ぐらい味を染みさせたら完成です。はい、今回は3時間ほど漬けたものがありますので、こちらを食べていただくことにしましょう。もしあればねぜひねこのね柚子の皮をねトッピングしてあげて、はい完成です。お待たせしました。今日はこれで決まり。大西の大好物牡蠣の旨煮です。召し上がれ。それでは
はですね、室崎さんちょっと未知の料理かと思うんですけれども、大西が好物っていうのがいかほどなものか食べていただきましょう。大西、はい、いただきます。はい、綺麗な室崎です。プリプリじゃないですか。そう、プリプリです。だからこれはやっぱり火を入れすぎずに下処理をしっかりした牡蠣はこうなります。プリプリ伝わりますかね。しだるまタイムするしかないです。しだるまタイム。でてててて、いただきます。はい、大人ですね。そうでしょ、寿司屋の一品見てこれ出てくるんだよ。ひびしびれるね。しびれるでしょ。うわ、広がるね。うん、磯のね、香り、うん、旨味がね、もうなんか、うん、口以上に香りが広がってる感じがする。そう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 、ぐわっと。やっぱり下処理してるから嫌な香りじゃなくて、うん、臭みみたいのではないね。牡蠣の美味しい、うん、あれ、いや、だいぶ甘いなっていうぐらいのこの味付けがいいのさ。まあそうだね、うん、これだけ食べずっとバクバク食べるも、うん、食べるもんじゃないもんね。そう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 、濃い味ですね。そうそう、これぜひね。おおい、はい、おしゃれおチョコのおしゃれおチョコでですね、おしゃれ酒出てきたよこれ、はい、今回はですね、この牡蠣がねしっかりした味付けですので、だるま正宗熟成3年、こちらのですね、ボディのしっかりしたお酒と合わせるとよろしいかなと思います。じゃあお酒を。はい、どうぞ。ああ、結構あれな匂いがするタイプの、そう、しっかりした癖のさ、ね、あるこの味にはね、これが合うと思う。あー、なんかみりんみたいな味しますね。そうでしょ、甘い。熟成酒とか古酒っていうのはこういう雰囲気を持ったお酒のさ、色も黄色いもんね。そう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 。あー、だいぶ黄色いもんね、だいぶ黄色い、黄色い黄色い。そう、なんかお酒っぽさというか、うん、甘くて美味しいよね。甘くて美味しいって感じ、うん、これはね、これ結構好きで、まあこういう常温で飲むかぬる缶で飲むかっていう感じかな。で、これが合うよと。合います、はい。牡蠣を口に入れ、まだ口の中に牡蠣が残ってる状態でマリアージュ。何も言えねえ水泳選手出ました、はい、この際もう何も言えねえ。毎回同じこと言って本当に申し訳ないけど、もうこうよ、うん、そう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 、つけて美味しいがね、やっぱり合うペアリングのね、あの基本的な考えですから。かけてもいいしさ、かけていいです、これで蒸してもいいしみたいなね、うん、そうだね、面白いかもね。熟成酒で蒸した貝とか美味しいと思うよね、うん、酒蒸しみたいな、うんうん、すごくこう一体感が生まれるんで、うん、どっちがどっちの味か分かんなくなる。ああ、そうだねぜひね、お酒飲める方はね、お酒と一緒に飲んでいただきたい。これは確かに吟醸とか、うんうんうん、そういうのじゃなくて淡麗系よりも、うん、こっちの方がいいかもしれないですね、うん、甘口の白ワインとかでもいいかもな。でもなんかワインっぽい味しますもんね、うんうんうん、ちょっとね、巣ごもりがはかどりますねブランデーとか。あ、ブランデーもいいかも。分かってきたね、室崎さんまあ料理 YouTuber4 年目ですから、ね、うん、こう結構一般的にはこの磯の香りするやつはアイラ系の、あのスモーキーなウイスキー、ポーモアとかああいうのもが合うって言われてるけど、これは味付け的にちょっとあのフルーティー系の方が合うかもしれないね。もう僕のお気に入りとなったというアズジュニアもいいんじゃないかなと、ね、はい、食卓にピコって置いてあるとおしゃれです、すごい輝くよねこれはでも、うん、難しいところだな。許せるか許せないか。許せ、あ、家で出てきて、家で出ていいじゃんなのか、うん、うわーなのかこれが出せるなら、あー、なるほどね、これかもしくはこれに変わるセットで出してほしいかな、うん、これだけ出せるたらちょっといけすからへんかな濃いお茶も合うか。あ、そうですか、うん、なるほどなるほど、うん、お茶とかもいい。お茶、あー、そうですね、はい、うん、いいかもしれません。濃いに出してください。なんかね、最近のとはやっぱちょっと違った、うん、お店っぽさというか、そうだよね、こだわりの感じがしましたね、うんうん、ごちそうさまでした。はい、いかがでしたでしょうか。大変良かったです、はい、よかったよね。今回のまとめですね、牡蠣の下処理をきちんとしよう、臭みをしっかり取ってあげるのと、牡蠣の食感をこうしっかりプリッとさせてあげるために下処理は絶対しましょう、牡蠣の火入れをしっかりしましょう、ノロウイルスを殺すためにちゃんとした火入れはしなきゃいけないんだけれども、火を入れすぎると硬くなるしちっちゃくなっちゃうから絶妙なところっていうのを狙います。もう一つは牡蠣を一回出してからタレを煮詰めて、いい味になったタレに牡蠣をつけることによって美味しい料理に仕上げるっていうことですね。この3点要チェックや。でも俺もね、自分でお店やってて思うんだけど、で意外とお店で出してるものが必ずしももう何十時間もかけてるかとか、すごいテクニック使ってるかと言われたら意外とそうでもないんじゃないかなって思うんだよね。例えばそのさっきのね、下処理をちゃんとするとか、火入れを厳密にやるとか、そういうところがやっぱりお店の料理、やるべきことをしっかりやるという、うん、そう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 、はいはい、心チャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。そして各種 SNS のフォロー、大西の神だれ12、
大西先生のドヤ飯よろしくお願いします。そう、そのお寿司屋さんどこよっていうね人 いっぱいいると思うんですけど、こういう話はねあのオンラインサロンココロクッキングラボ、ラボでお話ししておりますのでそちらもぜひよろしくお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。いくぞ、1、2、3、したっけ。コココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治で、ね。